はい、酒好きな元新潟人の飲酒そばです。今回は、チューハイです。ビッグ A というスーパーの、プライベートブランドですね、の梅チューハイ。国産梅使用、アルコール度数 5%、無果汁、人工甘味料ゼロ。原材料名が、醸造アルコールと梅酒と加糖ブドウ糖液糖と酸味料と香料とカラメル色素。となっております。これもかなり昔に買ったやつなんですが、2017年4月、賞味期限が4月ってなってるんで、今年の4月ですね。ギリギリです。あのね、段ボールの中にね、ほったらかしにしてあってね、あれ?みたいな。感じのが、まだ腐るほどあるんですよ。あとね、10本ぐらいあるんだわ。チューハイで飲んでない。チューハイっていうかね、ビールとかもね。乾杯。下手したら切れてる。値段が90円ぐらいだったかな。これ100円ぐらいです。基本変わんないですね。うん。普通に美味しいな。まあ、このビッグエイっていうのは、まあ、主に東京ですね。に、まあ、東京と埼玉、千葉、神奈川、茨城。にあるスーパーなんですが。で、結構ね、ストロング系も結構あるんですよ。これ味は普通にあれだな。アルコール度数が 5% か。普通に梅酒とかに近い。これはクオリティ高いな。レモンとか。他にも味あるんだけど、この梅味は、他のやつに比べて、明らかになんか、うまい気がするな。なんでだろう。これうまいな。ん?なんか梅酒の、長屋の中、ん?長屋の梅酒みたいな、ほとんどそれと、謙遜ないうまさだ。そのくせ無果汁なんだよ。なんでこんなうまいの?これやけにうまいぞ。あ。やけにうまいな。いや、これはうまい。これ今まで俺、チューハイの梅味っていうか、まあ、梅酒味っていうのかな?買って、いろいろ飲んできたは来たけど、
いや、これはうまい。梅チューハイってさ、有名なんだと梅酒でしょ。ねえ。クオリティ高いな、これ。よくあるのが、味が薄かったりするね。こういうプライベートブランドって。梅の味がね、すっげえ薄かったりするね。プライベートブランド特有のこの味の薄さと、香りの弱さ。好きなね感じがあるんやけど、それは一切ないですね。で、それでいてその甘味料が入ってないんで、自然な甘さと、はい、今日これ食べます。男梅干し梅。うわ、この自然なさ、あ、梅。うわ。これ冗談じゃなくしょっぱいもんな。この男梅干し梅って。酸っぱい上にしょっぱいね。これ普通に氷に、焼酎入れて、炭酸で割って、で、これ入れて、こうやってほぐして食っても全然うめえと思う。うめえ。これは稀に見る。このチューハイの梅味。プライベートブランドでは、これぐらいのクオリティはなかなかない。うん。これほどいいクオリティのやつはなかなかないですね。うん。最近のだと、声優の、ちょっと学識したのが、声優っていうスーパーのオリジナルブランドのチューハイ梅ってやつ。まあ俺買ってないんだけど、これ甘味料入ってるの。うん。甘味料入ってるパターンね。まあでも、なんていうかな。健康志向とかで、糖類が淘汰されていく時代なのかもしれない。こういうのはな。あ、でもこれはなかなかないですね。梅酒チューハイ。で、甘味料入ってないってやつ。なかなかない。と思いますよ。あ、これはうまい。これはうまい。うん、普通に酸っぱいし、それでいて甘めで、非常に飲みやすく、プライベートブランドとしてはかなり、他のレモンとかに比べると、非常にクオリティが高い。味の、調和が取れてる、ね。ベストバランス。これは美味しい。
まあ、プライベートブランドのチューハイって大体まずかったりするんですよね。それなのにこのクオリティっていうのはなかなかない。3444です。ご視聴ありがとうございました。